はいどうも、ヒコポン、心の声です。今日は、吉野家イベント。日付変わって、すぐにタイムチャレンジが開始されました。この辺は、家でもサクッと達成できそうですね。まずはおやつを3回達成。残りはぼちぼちやっていきます。夜が明けました、一つ目達成です。リワードを受け取る前に、いろいろ準備をしよう。幸せの卵投入。リワードは EV。 最後はお香。いきなりモノズ来た。2ページ目、ナイススロー10回。ポケモン3匹捕まえる。ポケモンに木の実5回使う。これから移動すると思うので、距離にハートをつけるべく相棒にポフィンを与えます。バトルのハートをつけようと思ったら、こんな時に限って強いのと当たるっていう。カイリキーからルカリオに交代。膠着時間を利用してグローパンチで押す作戦。想像以上にルカリオの減りが早い。2発目を撃つことできず。ニョロボン、めんどくさいの来たな。カイリキーがやられる前にベンチュラに交代して膠着時間を作りたい。ちなみにベンチュラはあんまり強化してないので期待はできない。この怪力がやられたら終わりだ。やった、ベンチュラに変えられる。ゲージを少し貯めてからベンチュラに交代。飛びかかるで相手の防御力を下げる。ベンチュラ精一杯の働き。爆裂パンチ間に合うか。間に合った。うわ、ギリ残った。倒せた。防御力下がっててよかった。金釣り使ってさっさと捕まえちゃおう。強化は振るわず、お香も使おう。今回のイベントで一番の目的は闇闇のアメエックスウェルですが、野生では湧かず、お香のみのようですね。お香第1号はマリル。いきなりアンノーン来ました。吉野家ということではいです。ただすでに持ってます。色違いでもあればいいのですが、イベントで色違いがある時とない時があります。今回はないです。またアンノーンです。逃げられた。シュシュク、吉野家の画像にあったやつです。すでに実装されちゃってるのでありがたみがなくなっているという。ヘロッパフ、これまた画像にあったやつ。これまた実装されちゃったのでありがたみがない。というわけで残る希望は闇闇なのです。2ページ目達成しました。また EV だ。吉野家の画像になかったのに、なぜに EV 吉なのか。まあ EV のアメ XL も欲しいけど。最後はペロッパフの飴、二
フェアリーレジェンドでだいぶ溜まってますけど。ここのリワードはペロッパフ。3ページ目。ここでお香を使うが出てきた。もうすでに使ってしまったよ。捕まりにくいシュシュプでカーブボールのグレート5回を一気に達成。アンノーンのアメ XL を初ゲット。3ページ目達成です。また EV だ。あの画像を見るにこの枠は闇ラミのような気がするけど。そして18分経過するもまだ闇ラミ湧かず。3ページ目最後のリワードを受け取ります。ここはシュシュプでした。4ページ目は経験値を受け取るだけの謎システム。最後はモノズでした。吉野家の画像に載ってないけど。もう終わってしまった。相棒にコフィンあげて動く気満々だったのに。残るモチベーションは闇闇だけだ。20分経過してやっと闇闇出ました。なぜか闇闇よりもスカンプーの方が多い。30分後に引き目出ました。こんな脇じゃムキムキなんて夢のまた夢だよな。あれから1匹追加で1時間で3匹でした。こんな脇で画像の中央にいるとかおかしいと思う。そもそもこのイベントでペロッパフとシュシュプを初実装と思わせてすぐにイベントで普通に沸かせるとかおかしい。ナヤンのイベントは画像さえも参考にならない。よりハードルを下げて臨まないとダメだ。